殺色様。この村には八色様という妖怪がおる。見られたら大変じゃ。ポポポポポという笑い声が聞こえたらすぐに逃げるんじゃ。っておじいちゃんが言ってたけど、まさかそんな妖怪がいるわけないよね。あはははは。パパパパパパパ。この笑い声はまさか八色様。やばい、早く逃げないと。パパパパパパ。なんだこの愉快な歌は。聞いてたのとなんか全然違うんだけど、どういうこと。おじいちゃん助けて。どうした。変なのに見られちゃった。なんだと。それはまさか。やっぱり八色様。呼び込み様じゃ。呼び込み様。呼び込み様に見られると物を買うまで追いかけてくるんじゃ。普通に悪質。はあ、来た。早く車に乗って村から逃げるんじゃ。よし、この速さならさすがに追っては来れない。ああ来た。どこだ、どこから来るんだ。ガマー。目を合わせちゃいかん。買いたくなるぞ。もうすぐ村を出る。ガマじゃ。行くぞ。無事に村を出られた僕はその後呼び込み様に会うことはなかった。しかしあの音楽が頭から離れず、呼び込む毎晩聞くようになったのであった。